こういういっぱい売ってたから買ってみたけど、どうしたらいいんやろう。ちょ、偶然こんな本を見つけました。あゆの佃煮に載ってるかな。あ、載ってました。この作り方で作ってみよう。グラムで測ってますよ。あとはこっちで150で、そうそう、醤油はこっちで100、そうそうそう、同じ目盛りでいきます。最後にお酒を、これも 100ml 入れていきます。もうこれ火かけずに、うん、砂糖が溶けるまで混ぜていきます。結構混ぜれたので火にかけていきます。ではコアユを入れていきたいと思います。あとはもう落とし蓋をこうやって置いて、あとはもうノータッチで大丈夫です。そう、あんまり小学生のかな、一般的やね、うん、激レベルとこだって、うん、だいたい火が通ってきたら生姜を入れていきます。続きのお立ちでお願いします。煮汁がちょっといい感じに減ってきたので落とし蓋を取りまして、みりんを大体で回しかけていきます。上手にできました。ご飯も炊けたので実食していきたいと思います。いただきます。おいしい。やっぱ出来たてが一番おいしいですね。そういえばこの鮎ってどうやって取ってるのかな。そうや、見に行ってみよう。今からエリ漁に行っていきたいと思います。